はい、では作っていきます。今日はですね、多分今まで一回も多分使ったことない食材使いますよ。今日はちょっとこの後映画を見に行かないといけないんで急いで作ります。今日もよく焼いて作ります。あれだけ焼いても卵黄がしっかりとあるんで、こうやってご飯がちゃんと黄色くなるんです。あれがなぜか溶き卵だと意外とすぐご飯と卵で分離しちゃうからね、難しいんです。はい、じゃあ今日入れる食材、今日はねちょっと唐揚げをゴロゴロチャーシューみたいな大きめに切りました。そう、ニンニクの芽軽くボイルしてます。伝わりますか？ニンニクの香り。お酒と醤油。ニンニクの方もリクエストどっかでありましたかね？なんかあったような気がします。うまそうですね。